クローゼットの片隅で出番を待ってるレザージャケット、いいよ今日はお前と一緒に行こうか、軽くブラシをかけて。はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらのフェアハウスさんのですね、今年のお正月ぐらいに出たあれですね、スウェットですね。しかも、直営限定かな、はい、直営限定の、スウェットですね、はい、こちらが1930年代かなくらいの、確かすごく古い、実際にあるこのヴィンテージのスウェット、フェアハウスの、店長さんが地のスウェットを元ネタにしてウェアハウスさんで、作ってるっていう感じですね、はい。あの店長さんってあれですね、代官山の、代官山ではない、そこ恵比寿かな、代官山かな、そう代官山ですね、代官山のウェアハウスの店長さんが、スウェットすごく好きで、めちゃくちゃコレクション持っていて、その中の、一着で、実物も見せてもらったんですけど、本当にまあそっちはね、結構本当にヴィンテージの、なんですか、デッドストックというよりも全然着て雰囲気めちゃくちゃ出てる感じなので、新品と比べるともう全然色とか形の感じがまたちょっと違うんですけれども、まあ、新品を着てったらこうなんだろうなっていう完成品としてそのヴィンテージを見せてもらいましたが、まあすごい雰囲気が良くて、まあ、そこにやられてですね、もうこんな感じにしたいなと思って買ったんですが、それがですね、だいぶまあ、まだヴィンテージとまではいかないですけど、だいぶ雰囲気できたので、ぜひ見てもらおうかなと思ってですね、はい。あ、で一応物撮りしてるやつがあるんで、先にそちらを見てみてください。はい、ありがとうございます。ですね、結構見てもらったら分かると思いますけれども、結構ね、その焼けてきて、ここのあたりとか、もう完全にこの襟の部分、こう普通にこう干してたんで、焼けて、こっちが焼けてなくてみたいな感じで、もうツートンになってるんですよね、はい、この同じネイビーなだけの中だけでも、はい、そうなんですよ。で、こっちもですね、色がちょっとこの、なんつったらいいんだろうな、くすんでるか、ちょっと白っぽくなってきていて、これは本当に日焼けだと思います。まああと洗濯もあると思いますが、日焼けで、はい、なってきてますね。なんていうんだろう、俺自分が新品で買ったヴィンテージじゃない新品で買ったスウェットで、結構ここまで経年変化が、来ていて、本当に進んだのって初めてかなと思いますね、はい。まあ、結構経年が分かりやすそうな色合いなので、ね、このネイビーというか青っぽいやつが、はい、なのでね、そうですね、中の色と比べると
中の色と外がそもそも最初同じだったかちょっと覚えてないんですけど、 もし同じだったとするならもうだいぶ色薄くなってますもんね。はい、ですちょっとねこの中のこの黒、あこれ暗いかな、ここがねここの黒い部分がだいぶ墨黒っぽくなってて、はい、ここのジッパー の黒い部分がねだいぶ色変わってますね。はい、でこれ正月に買ってまあ、1、2 週間だったかな、結構干しっぱなしにしたりもして、でそれ以外にも普通に寝巻きとしてもあの外に普通に行く時もそうですけど結構、着たんす。特にヘビーに来た時はもう本当に寝巻きで2ヶ月とかずっとこれを着てました。はい、しばらく、1週間ぐらい洗わないでそのままもう着倒して、た時もあるし、2日おきぐらいに洗濯してた時もあって、結構ねランダムに本当別にこうルールを決めずに気になったら洗うで干すみたいな、で結構日が強い日が続いたらちょっと窓際に置いといたり、普通に干して乾かしたり、まあ、実際に着たりっていう感じで、干すこともやったし洗濯も結構やったし実際着用も結構やったっていう、別に、なんかこう経年化さすためだけに、わざわざ干してたっていうのを、まあ、ちょっとやってましたけど、それだけじゃなく実際リアルに試着しないとやっぱちょっと形とかもね、ただただ干してるだけだとやっぱハンガーの形のまんま焼けちゃうんで、そうじゃなくてやっぱリアルに着てこそだろうなっていうのがあったんで、結構ねちゃんと着ながら経年変化をさせていったつもりです。はい、すごくいい感じで色が変わってきてる気がします。あとまあよく言うならこの辺りがもっともっとこの後ボッソボソになっていって、このフェルトの部分がねもっとヴィンテージっぽくなってったら、最高だなと思いますね。はい、ちょっとね今ね本当に暑くてエアコンのクリーニング前なんでちょっとねエアコンもあんまつけたくなくて、扇風機やると音が入っちゃうんで今すごいこう密閉した部屋の中ですっげー照明暑い中撮ってるんで、これ着るのが今かなり地獄なんですけど、ちょっとでもね着ないと伝わんないと思うんで着ます。はい、うわ夏きついなこのはい、こんな感じですね。もうね丈のねちょっとね長すぎないというか、結構この丈感がすげえ好きなんですよね。短くてちょっとボックスっぽい感じ、ほんとスウェットを乾燥機にかけてるアメリカのあの古着とかでこうギュッて上がってくる感じ、まあとはいえ実際乾燥機かけてるわけじゃないんでそこまでこう上がりきってるわけじゃない感じもあるし、うん、これやっぱ黄色とブルーの、ツートンっていうのもやっぱすげえ可愛いなと思いますね。はい、こんな感じですね。今これはですねウェアハウスさんのウェアハウスって感じなんですけど、セットアップみたいな、セットアップじゃないか、はい、でもウェアハウスさんの上下っていう感じなんですけど、対戦モデルのやつですね。はい、このやつと今合わせてますけど、まあねウェアハウスさん同士なんで合わないわけはないと思うんですけど、これね下ミリタリーパンツとかも結構合いますね。この色の感じ、ブルー、イエロー、モスグリーン、カーキみたいなあの感じもすごく合います。個人的には色合いだけで言えば一番その合わせが好きかな。はい、まあでもチノパンも合いますね。この黄色の感じとチノパンの感じも似てて、まあ、ブルーとチノパンも合わないわけないんで、チノパンとかカーキっぽいあの辺りとはもうすごく相性がいいスウェットだなと思いますね。はい、もちろんデニムとも合わないわけはなく、はい、王道な感じでこう着ますね。意外とこの襟付きのとかこの色でさらにツートンのとか、あとこれフェルトが入ってるスウェットは初なんですけど、うん、すげえいいです。はい、すげえ気に入ってますね。はい、ヴィンテージの結構こう色がこう汗まくってるやつとか穴開いてたりとかダメージがあって、すごいいわゆるその雰囲気がむちゃくちゃいいスウェットに憧れて、ヴィンテージのスウェットも何回か前からね買ったことあるんですけど、結構ねやっぱね着てるとねもうなんか飽きて手放しちゃうことが多いんですよね。何なんだろうな、その多分
スウェットだからやっぱガンガン着ていきたいのにもう完成しちゃってるんで、なんかその完成しちゃってる服をこう毎回毎回着るってどん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 劣化していくイメージもあるし、なんかねどうせそんなガンガン着るんだったら自分がゼロからこういう風に作り上げたいっていう方に結構好きな感じが変わっていってるんだなっていう気がしますね。もちろんスタートはヴィンテージのあの雰囲気がかっこいいから入ってるんですけど、なんかそんな今しかもスウェットもほんとチャンピオンのね、ここにあの何ですか USMC とかその入ってる系のやつとかもう8万ぐらいとかするんですよね。あのネイビーとかも本当に6万8万くらいするので、あのもうなんかスウェットの価格じゃないなっていう、なんか体操着としてあの多分最初始まってますよねスウェット、あの体操着に8万みたいな、なんかそのもちろんねあのヴィンテージ好きなんでそんな、だから8万っていう、なんていうの、異常だというほどは思わないんですけど、あの雰囲気、あのその年代考慮したりね、その球数考えたり人気度合い考えれば、まあ、もちろん全然ねしょうがないことだなとは思いますけど、ただまあそこら辺をこう抜いてあくまで一単体の服として見たら、あのスウェットのあのこれに8万とかはなーってちょっとね思っちゃうんですよね。これ全部別に否定してるわけじゃなくて、あのそれ持ってる人ももちろん全然ありだと思うし、俺も別にくれるってもちろん欲しいし別に、ね、全然いいんですけど、なんかその何て言ったらいいんだろうな、そっちよりかはなんかどっちかっていうと今のこの現代でのスウェットもすごいクオリティが高いというかちゃんとあるので、それをあの着てったら結局あんな感じになんじゃんっていうのが分かったら、なんか別にそっちでいいかなっていう気がしたんですよね。まああのヴィンテージのデニムのなんかその何ですかね、滞在モデルとかはどうしたって、今の現代のそのレプリカはいわゆるやっぱり復刻系はやっぱり復刻っぽくなるし、ヴィンテージはやっぱヴィンテージっぽくヴィンテージだなっていう感じがするので、そこはね何十万してでもやっぱオリジナルがいいっていう人は、そっちはいいと思うんですけど、スウェットに関してはなんか同じように乾燥機かけてとか同じように結構ガンガン着てってやっていけば結構同じようにやれてく感じはするので、なんかねガンガン着るならスウェットは自分で作りたいっていう風な感じにだんだん変わってきたなっていう感じですね。なんで結構ヴィンテージ、雰囲気いいやつは手放して、どっちかというと、まあ、もちろん持ってるのは持ってますけど、どっちかというとここら辺とか、なんかそういうそのフェルトが好きなんで、フェルトがついたやつをもうちょっとね、あとフードも好きなんでフードついてるフェルトのやつをもっと集めたいなと思いますね。あの新品のやつそこからガンガン着て雰囲気出して、ヴィンテージっぽくしてたら楽しいだろうなっていうふうに思いますね。暑いけど慣れてきた、はい、感じですね。これはまあね、その中の弱って感じですね。自分で作るヴィンテージみたいな、ヴィンテージ風スウェットみたいな感じで着ていこうかなと思ってますね、はい、まだまだ途中、言ってもまだまだ途中なので、ここからまだまだ着て着て着つぶして雰囲気をねちょっと良くしていこうかなと思っております、はい。というわけで本日はですね、こちらの、ウエハさんのね、スウェットの、経年変化ですね、見ていただきました、はい、ぜひぜひスウェットウエハさんいいので、はい、チャンピオンもいいですけどね、はい、そこら辺をちょっとねで気になる人は、マジでね、懸念感でやってたらいいんじゃないかなと思います。というわけで本日ご視聴ありがとうございました。